たか、あんな鳴き声を。でかい体も命は一つ、何万年もの長い眠りの目を覚まされたティラノサウルス。ボーンフリー隊は獰猛なアロサウルスに襲われているブロントサウルスの親子を発見した。そしてアロサウルスを麻酔砲で眠らせ保護することに成功した。しかしブロントサウルス親子を保護することはできなかった。数日後ボーンフリー隊はブロントサウルス親子を探し求めて再びアマゾンを口に出発した。 Go riding OK。ブロントサウルスを救え。ただいま現地に到着。直ちにブロントサウルス親子の保護に移ります。恐竜の子供は研究資料として貴重だ。ぜひとも無事に保護してくれ。わかりました。気象条件が恐竜にとって刻々と悪化していく。救出は一刻を争うぞ。全力を尽くします。わかっているだろうが、子供を連れている動物は凶暴だ。はい、十分注意します。なお、データを分析した結果、隆起地帯に再び地殻変動が起こる可能性がある。注意してくれ。了解。この地区の空気は急激に乾燥している。親子は水を求めて行動しているはずだ。俺はシーガルでブロントサウルスの捜索に当たる。配置につけ。了解。了解。植物が枯れ始めているわ。ブロントサウルスは1日に40キロも草を食べるんだ。まもなく餌がなくなって死んじゃうよ。どこ行っちゃったのかな。子供を連れているんですもの。そう遠くへは行っていないはずよ。あるぞ。北北西約13キロ。方位北北西発進。
見した。ブロント親子だ。ジャングルの中に入っていくぞ。ゴンさんはマッカールで湖の岸辺を探せ。了解。レイコはビーグルで陸上からだ。はい、僕も行くよ。ガラはボンフリーで待機だ。俺はシーガルで上空から指揮を取る。俺一人かい。マッカール発進。水草も枯れているわね。早く出てこないで死んじゃうよ。西岸地区痕跡なし、南岸へ向かう。東へ700メートル、足跡らしい。マサオ君、気をつけてね。はい。おや、足跡が消えちゃってるぞ。水上から近づいてくれ。了解。追い出すんだ。でかいだけが取り柄さ。おい、そっから出てこいよ。ゴンさん、
大丈夫か、逃げろ。押さえつけられて動けない。あー、潰されちまうよ。から、近づけ。ゾウが5秒間で倒れる薬なのにケロッとしてやがる。なんとかしてよ。全然効かない。こちらマッカール、まだ動けない。助けてくれ。ブロントサウルスを甘く見ていた。ガラ、ゴンさんの救出だ。潜りなら任したけよ。俺はカッパの親戚なんだ。それ。なるほど、そうだったのか。子供を守るために我々を反対の方向へ引き寄せていたんだ。うん、そっとしておこう。必ずここへ戻ってくるはずだ。マサオ、よくやった。ところで作戦は大失敗だ。俺の判断が甘かった。恐竜があんなに素早い動きをするとはな。びっくりしたよ。いきなり飛びかかってきやがって。水中では浮力で体が軽くなるのね。その計算が間違っていたんだ。麻酔砲も麻酔爆弾も効かない。じゃあ今度はステロイド系の麻酔薬を使ってみるわ。ハルサウルスだって10分ぐらいかかったよ。ブロントサウルスはもっと大きいんだもん。1時間ぐらいかかるよきっと。うん、いいこと言うぞマサオ。お、また地震だ。地殻が不安定になってきたぞ。現れたら子供を捕獲して陸へおびき寄せよ。水の中じゃ勝負にならん。全員位置につけ。了解。
ネット砲発射。了解。言った通りだったな。泣かせるぜ。ああ、人間の親と同じだな。心配しなくたっていいんだよ。眠ってるだけなんだから。へえ、でっかい図体してるもんだよ。世話やかせやがって。うお。近くの変動が始まったらしい。キャリーバードの到着まであと1時間半、ドンキー到着までは1時間40分。ジョージ、まだここにいるのかい？ブロントサウルスを置いて逃げ出せっていうのか？いや、でもしかし…すぐだ。ボンフリー輸送船を信頼しろ。必ず来る。来たぞ。こちらジョージ、ドンキーの到着まであと10分だ。了解。ジョージ、もうダメだよ。逃げ出そうよ。あのデカブツがそんなに大事か。俺たちの命より恐竜の方が大切だってのかい？こちら上司だ。急いでくれ。近くの変動が始まっている。了解。危険だ。急いでくれ。収容完了。さあ、我々も脱出だ。急げ。危ない。急げ。準備完了。際どいところだ。まったくだ。今度こそダメかと思った。あの中にまだ恐竜がいたんじゃないかな。ああ、しかし全力を尽くしたんだ、マサオ。無事ブロントサウルスを保護したボーンフリー隊は恐竜保護地区サーロン島に親子を運んだ。
ここは仮の場所だ。今にもっともっと素晴らしい保護地区を作ってやろう。肉食恐竜の居住区域だ。見ろ、餌をたくさん食べたからご機嫌だ。餌っていうと？肉を80キロだ、1日にな。へえ、80キロ。ボンフリー隊、ボンフリー隊、地球本部に帰投せよ。恐竜の首を手に入れようと企む圧巻キングバトラーが現れた。不気味に飛ぶ謎のヘリコプター、砂地獄の中に巻き込まれたボーンフリー号、猛然と襲いかかるティラノサウルス、大砂漠の中で壮絶な死闘を繰り広げる来襲のボーンフリー、砂漠の暴れん坊ティラノサウルスをお楽しみに。